みこもこ TV は、エンタ95、959で放送されている、バラエティ番組。松田よしこ、桜もこの看板番組である。AV 女優、松田よしこ、桜もこの初看番組。アイドル出身の二人が、無敵なアイドルを目指すべく様々な企画に挑戦する、バラエティ番組。番組では松田が突っ込み、桜が、ボケとしており、番組開始から、みこもことして、 コンビでの誌面やテレビ出演も果たしている。スタジオ収録の場合は、千オダクソとカンダ、ピゴースタジオで収録。番組中ではミコモコルームと呼称されている。第1回初回放送時間は15時15時30分であったが、第2回以降の初回放送は、第2回2日13時13時30分、第3回は4日15時30分16時と、編成都合により日にち、 時間ともに不確定。2017年12月23日に動画チャンネル、ミコモコチャンネルを開設。トーク番組としてのスタートだが、2018年時点では、旅企画やチャレンジ企画などエンタ。959多番組で見られる要素も強まって、来ていた。2018年12月4日放送会を最後に一時休止となっている。ありがとうございます。